こんにちは、卵のお部屋です。今日はデアゴスティーニのシーダイナソー、海の恐竜&子のご紹介です。はい、今回こちらなんとデアゴスティーニさんからプレゼントしてもらいました。嬉しいです、本当にありがとうございます。今回もね、楽しくご紹介していきたいと思います。今回は恐竜シリーズ第3弾、海の恐竜登場ということで、とってもね、かっこいい恐竜、面白い恐竜ラインナップされてます。恐竜なのかなっていう子たちもいるけど、早速見ていきたいと思います。はい、今回のパッケージもね、このロゴマークを中心にとってもかっこいい生物たちが描かれていますね。これはアモササウルスとアンモナイトかな、でプレシオサウルスとかもいますね。他にもね、いろんな生物たちが囲んでます。今回もね、伸びるらしい。で、全16種類、後でねラインナップ確認しますね。そしてブックレット付き、このねブックレットすごいね勉強になるし、読んでてね楽しいんですよね。そして、お、今回もプレゼントキャンペーンありますね。やばい、モササウルスリュックかわいい。 58cm 結構大きい。大人用とかないのかな。第1回の8月から10月はモササウルスリュックで、第2回の応募期間はあんま決まってないのかもしれない。それ以降に発表されるらしい。あ、アノマロカリス、これのゴールドバージョンが当たるらしいこれは熱い。わー、これは応募しよう絶対。そしてパッケージの横には16種類のラインナップが書かれてます。ラインナップは、あ、これはレアですね。金色ボディのオウムガイとモササウルス、そしてレアクリアボディクロノサウルスとアノマロカリス、そしてこの辺りは通常なのかな、モササウルス、ダコサウルス、ディオプレウロドン、エラスモサウルス、メトポサウルス、ダンクロオステウス、メガロドン、オフタルモサウルス、キンボスポンディルス、あ、そしてプレシオサウルスは暗闇で光るらしい。おお、あ、今回暗闇で光るのプレシオサウルスだけみたいですね。もうなんか最近プレシオサウルスすごい動画に登場してる気がする。そして、あ、ここは温度で色が変わるチームだ。アノマロカリスとヘムノドントサウルス、この2体は温度で色が変わるらしい。なんか今回アノマロカリス推しですね。なんかキャラクター的にいいですよね。あとはモササウルスもね、色地で2体いますね。いや、これはなんか独特のラインナップ楽しみですね。早速開けていきたいと思います。今回テープで止まってない。じゃ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 ん。はい、じゃじゃーん。ということで、全16種類ご紹介していきたいと思います。1袋目。多分ね、お店に売ってる時はこんなパッケージで売ってるかと思います。かっこいいビジュアルになってますね。はい、裏面にはラインナップが書かれてます。あ、そういえばね、ここにね、アンドコってっていう説明が載ってますね。アンドコはアンドカンパニー、かっこ仲間たちとアンドコレクションを掛け合わせた名前です。地球上の生き物について学びながら遊べる楽しい玩具シリーズです。はい、アンドコはね、こういう意味があるんですね。この下のところに応募券がついてるので、私はね、これを開けたらプレゼント応募したいと思います。早速開けていきたいと思います。何、今回こっちなんだ、縦に行くのね。さあ、記念すべき1体目、じゃ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 ーん、ディオプレウロドンです。あとはこんな感じでブックレットもついてきたので、先に見てみたいと思います。ディオプレウロドン、バトルメーター、力の強さ5、危険度5、スピード4、凶暴さ5、ほぼフルスコアですね。ディオプレウロドン、ディオプレウロドンは首長竜の一種で、体長は9メートルぐらいあったが、首はそれほど長くなかった。ワニのように大きく強力な顎を持っていて、パドルのような4つの大きなヒレを使って力強く泳ぎ、魚や大きなイカを見つけると、その大きな口で捕まえて食べていた。エラはなかったようで、クジラのように時々呼吸するために水面に出なければならなかったと考えられている。はい、ここにね、人がいますね。身長を170センチの大人の男性と大きさを比べたものです。大人の男の人がこんなにちっちゃく見えちゃうんですね。全長がね、9メートルもあるらしい。ディオプレウロドンはここです。
カラーリングはお腹の方がベージュで背中にかけてネイビーになってます。結構ね明るめネイビーですね。ブルーかな。で背中にベージュのラインがたくさん入ってますね。お顔はこんな感じで結構ね黒目が可愛い感じですね。で口すごいですよね。大きい口で口の中にはこんな感じで歯がずらーっと並んでいます。めっちゃ歯生えてる。うわーすごい細かくめっちゃ歯生えてますね。こんな感じです。なんか可愛い。で首はねそんなに長くなくてなんかここシワシワになってる。ここねエラがなかったらしいんですよね。なんで首のシワってことかな。あれそしてこれはもしや耳の穴。手と足はねこんな感じでパドルのようなヒレがついていたみたいですね。なんかこのフォルムが可愛いですね。はい、そして先端こうねおヒレがついてます。でねこれ触った感じはなんかこうジャリジャリが入ってます。気持ちいい。そしてね、なんといってもこのシリーズ、ほら、ビヨーン、伸びまーす。めっちゃ伸びる。ほら、こんなに伸びちゃう。こんな感じで、ビヨンビヨンすることができます。口すごいですね。これすごい。こんな感じでーす。1体目のリオプレウロドンでした。2体目。レア、クリアボディのクロノサウルスです。すごいレア出るのすごい早かった。ではまずブックレットから見ていきます。ブックレット、クロノサウルス。バトルメーター、力の強さ5、危険度5、スピード4、凶暴さ5。クロノサウルスは体長10メートルを超える大型の首長竜だったと考えられている。頭部は約3メートルもあり、大きな顎には25センチもある鋭い歯がぎっしり並んでいた。この巨大な首長竜は凶暴なハンターで、巨大なイカや他の首長竜を見つけると大きなヒレを力強く動かして素早く獲物に追いつき、鋭い歯がいっぱいの大きな顎を開けて獲物に噛みついていた。クロノサウルスはここです。クロノサウルスです。頭が3メートルあったって結構大きいですよね。大人の人が2人ぐらいここにね寝そべれるって感じですよね。体が 10m あってね、3分の1がもう顔って感じですよね。いやそんな生物海の中で遭遇したらねゾッとしますよね。ではカラーリングですが、ほらジャリジャリ。はい、体の外側はね全部クリアボディですね。で中に黄色と黒のジャリジャリが入っています。これね揉んでたらいつか混ざっちゃうのかな。でこの口ですよね。この口の中が赤ですね。だからこうね閉じた時にこうね口の赤が透けてますね。あ、この角度はクリアに見える、ね、ちょっと上から見たりね下から見たりすると赤い面が見えますね。そしてお形はなんか見たことある形だな。なんか直前に見たから分かったけど間開けたら分かんなかったかも。色が違いすぎて。リオプレイウロドンとね同じ形をしてますね。色だけで結構ね印象変わりますよね。このお二方はね首長竜、首短い仲間なのかな。形ね全く同じです。じゃあリオプレウロドンもねなんか同じこのジャリジャリが入ってるのかな。いやこれ気持ちいいんですよね。はい、こんな感じでちょっとね潰すと若干形状記憶するっていう、ね、こう潰したらこの形のままほらぺちゃんこ。あ、なんかさっき気づかなかったけど結構ここの手のところとかこう格子状にこうお肌の質感がありますね。ただのツルツルかと思った。あすごい。なんかここのシワシワだけかなと思ったんですけど、こういうね細かいテクスチャーがちゃんとね入ってますね。これ伸ばしたらどうなっちゃうの。あすごい、中身が見えやすい。このジャリジャリの感じがすごい面白い。つけてるとね中身見えるからね。あーすごい。はい、いやクリアボディ熱いですね。2体目のクロノサウルスでした。3体目、キンボスポンディルスです。すごいイラストよりだいぶ可愛い。ブックレット、キンボスポンディルス。バトルメーター、力の強さ4、危険度3、スピード4、凶暴さ4。
キンボスパンディルスは体長約10メートルもあり、まるで長い尾を持つ大型のイルカのような形をしていた。背びれはなかったが、長い尾を上手に使って体を左右にくねらせながらとても速く泳ぐことができたと考えられている。獲物の魚を見つけると稲妻攻撃で襲いかかり、たくさんの歯がぎっしり並んだ大きな顎で噛みついて食べてしまう。キンボスポンディルスはここです。キンボスポンディルスです。すごいイルカみたい。顔が可愛いですね。お腹の方は白で、背中にかけて綺麗なグリーンになってますね。で、深いグリーンの柄が入っています。なんかもうほんとお顔だけ見たらイルカで、お口の中はこんな感じで赤ですね。で、歯がねすごいぎっしり並んでいますね。なんかこの感じもほんとイルカみたい。ヒレがねすごい可愛いですよね。こんな感じでちまちまってついてて、あとは尾ひれがこんな感じ。意外とねなんか魚っぽくて、こうねいかつい尾びれがついてますね。背びれはなかったがって書いてあるけど、これは何？これは背びれじゃないの？イラストだと背びれないな。じゃあなんかこの子は突然変異でね、なんかついちゃった感じなんですかね。はい。で、体型的にはねなんか丸々してて、すごい愛らしい体型をしています。なんかこれ袋の上から触ったら分かっちゃうかも。すごいね、こう丸々してて、でね、こう背びれが結構長いんで、どうかな、分かっちゃうかもしれない。でね、ちょっとね、体がくねっとしてて、動きのあるポーズになってます。はい、で伸ばすとね、ここね、伸ばしがいがある尻尾ですね。ビヨビヨーンって伸びます。手もね、結構伸びる。かわいい。このね、後ろのヒレがまたかわいいですね。3体目のキンボスポンディルスでした。4体目。なんかね、結構大きいんですよね。何が入ってるんだろう。早速開けていきます。出ました。プレシオサウルス。めっちゃ大きかった。これはね、袋の上から触ったら絶対わかる。では、先にブックレット見ていきます。プレシオサウルス、暗闇で光る。バトルメーター、力の強さ3、危険度4。スピード4、凶暴さ3、あんまり凶暴じゃないんですかね。プレシオサウルスという名前はトカゲに似ているという意味だ。小さな頭、長く細い首、平らな体と短い尻尾が特徴だ。体長は3メートルくらいあるが、その約半分は首の長さで占められている。4つの強力なパドルのようなヒレを使ってイカや魚を追いかけ回し、素早い首の動きと鋭い歯がたくさん並んだ顎で獲物に食いついていた。プレシオサウルスはここです。はい、出ましたね、プレシオサウルス。カラーリングはお腹の方が白ですね。首の下の方まで白になってます。で、背中にかけてこうね、クリアなブルーになってますね。で、背中にね柄が入ってますね。こう点々点々って斑点が入ってます。首の方はね入ってないですね。あ、尻尾の方には入ってる。はい。で、お口は赤ですね、中が。はい。こんな感じですね。はい。こちらもね、歯がずらっと並んでいますね。いや、結構大きい。このね、頭の先からこう、尻尾の先まで、だいたい34センチぐらいあったので、今まで見た中で一番大きいんじゃないかな。さっきのキンボスポンディルスと長さ比べ。わ、こんなに違う。すごい。結構さ、5センチぐらいある？結構大きいですね。で、首もなんかこの形で形状記憶してて、ちゃんとね、立ってくれるからいいですね。ずっとね、このかっこいい、この曲がり具合でいてくれてます。首伸ばすと、わー、もっと長くなる。ほら、こんな画面に収まらないぐらい伸びちゃう。すごい。そしてね、このボディがすごいんですよね。このボリュームすごいですよね。いや、これね、プレシオサウルス欲しい方は、一番大きい袋を買うとね、吉ですね。で、中にはね、白い粒々が入ってますね。で、こちら、暗闇で光るバージョンなので、ちょっとね、光らせてみたいと思います。プレシオサウルス、暗闇に連れてきました。はい、こんな感じでね、すごい綺麗なブルーに光っています。お腹の方とかは蛍光塗料じゃないので光らないんですが、すごいこの水色とっても綺麗ですよね。このプレシオサウルスね、きっと袋触ったらわかるから早めにゲットするといいと思います。4体目のプレシオサウルスでした。5体目です。あれ、
これもなんかプレシオサウルスに負けないぐらい大きい気がする。もしやなんか首長竜友達のエラスモサウルスかもしれない。ちょっとね開けていきたいと思います。あっあやはりそうだったか。5体目エラスモサウルスです。ブックレット、エラスモサウルス、バトルメーター、力の強さ4、危険度4、スピード4、凶暴さ3。エラスモサウルスは首長竜の中で最も巨大で、体長は約14メートルもあったが、その半分は首の長さで占めていた。泳ぐ時はその長い首をまっすぐに伸ばして泳いでいたが、近くを泳いでいる魚やイカを見つけると首を上下左右にさっと動かして獲物に近づき、鋭い歯がぎっしり生えた顎で捕まえて食べていた。エラスモサウルスはここです。エラスモサウルス、カラーリングはお腹の方が薄いグレーって感じかな。で、背中にかけて紫ですね。薄紫になってます。背中の柄は薄い灰色のね、点々がたくさんついてます。さっきのプレシオサウルスと形は全く同じですね。だからあれですね、プレシオサウルスかエラスモサウルスかは袋を開けないとわからないですね。いやでもどっちが出ても結構嬉しいな。で、さっきはねちょっと半透明だったから気づかなかったんですけど、このね体の皮膚感とか、これもねちゃんと作られてますね。こう横にこうシワシワがたくさん入ってます。で、あとはこの首の内側、横にねシワシワがちゃんと入ってますね。で、あとはこの手の付け根のシワとか、こういうところもしっかり作られています。これいいね。で、顔もね可愛らしいですよね。この薄紫いいですね。なんか可愛らしい口の中こんな感じで、歯がねずらっと生えてます。なんかね一見ヘビっぽいけど、こうね体がこうガッツリついてきてますね。で、エラスモサウルスですけど、さっきブックレットに書いてあった通り14メートルもあるから、プレシオサウルスの4倍ぐらいあるかな。4倍以上ありますね。プレシオサウルスこんぐらいの大きさかなすごいちっちゃいんですよね。すごい。でもなんかイラストと比べるとねだいぶ可愛い柄とかは結構似てるけど、顔がねすごい可愛くて、この子すごい気に入りました。まあ、こちらもねこんな感じでビヨンビヨン伸びますね。まあ、このねお腹のほら膨らみすごい、こんなパンパンになっちゃう。握りがいがある、めっちゃ気持ちいいです。5体目のエラスモサウルスでした。6体目です。なんかすごいプレシオサウルスとエラスモサウルス連続できたから、すごい薄くてねなんかちっちゃい感じがするけど、早速開けていきたいと思います。出たこんな感じだったか。6体目のアノマロカリスです。ブックレット、アノマロカリス、温度で色が変わります。バトルメーター、力の強さ2、危険度3、スピード2、凶暴さ4。アノマロカリスは体長約60センチ、体重1キロぐらいで、エビに似たとても変わった形をしていた。その細長い体は殻で覆われていて、体の両側に伸びたたくさんのヒレのようなものを波打つように動かして泳いでいた。頭には大きな丸い目が2つあり、その先から伸びたカギ爪のような2本の長い触手を使って三葉虫などを捕まえて食べていたようだ。なんか今まで人の大きさこのぐらいだったのに、顔ぐらいの大きさなんだね。顔よりも大きいか。あ、でも意外と大きいですね。60センチもあるんだ。アノマロカリスはここです。どんな感じのフィギュアなのかなってすごい気になってたんですよね。すごい斬新これちょっとね最初ねギョッとしちゃったけど、見慣れたらなんか可愛いかもしれない。カラーリングはお腹の方は、あ、オレンジじゃないんだ、黄色ですね。で、顔はオレンジで、背中側がこうねここの黄色とオレンジに分かれてますね。目斬新ですね、これキノコみたい。なんか真っ黒です。で、形ねすごい面白い。ここね触手、はい、これね触手のところこんな感じで、ほらトゲトゲがいっぱいついてますね。面白い。なんかちょっとねここの節がありますね。ここ頭のところ、あ、すごい、このなんかこうカニみたいな素材になってますねめっちゃ面白い。たくさんのヒレのようなもの、これは何なんだろう。ヒレっていうことでいいのかな。これがねいっぱいついてるんですね。
でこれをきっとねこう波打つよう、ね、にこうやって泳いでたんじゃないでしょうか。すごいね、面白い生き物ですよね。こちらもビヨンビヨン伸びます。はい、中はねジャリジャリ入ってますよこれは面白いな。でね、最初にもご紹介した通りこのねプレゼントキャンペーンの第2弾がアノマロカリスのゴールドバージョンだから、ちょっとねこれはゲットしたいところですね。11月になったら応募してみようかな。これはちょっと気になるな、ゴールドバージョンで。サイズ的にはさっきのエラスモサウルスを連れてきたんですが、よいしょ、くっつけて同じぐらいかもしれない。すごい、同じぐらいですね。なんか実物だったらアノマロカリスが一番ちっちゃいけど、フィギュアになると一番大きく見えるかもしれない。アノマロカリスは温度で色が変わるので、早速やってみたいと思います。ではアノマロカリスお湯に入れていきます。おー、すごい、ちょっとね変化がわからないかなと思って結構熱いお湯にしちゃったんですけど、あ、すごい、温度高いとこんなにすぐ変わるんだなんか料理してるみたい。はい、こんな感じで色が変わりました。全部ね、あの足の色になりましたね。すごい、同じ色だ。はい、全身ね同じ色になりました。本当はもうちょっとねぬるい温度でやってもいいと思うんですけど、結構ね熱湯にちょっとお水足したぐらいの温度でやったんで結構熱めです。すごいくっきり色変わりました。でね、ここになんか水とかかけると結構すぐにほら色が変わりますね。あ、でもね芯から結構温まっちゃったからすぐ元の色に戻っちゃいましたね。まあでもね、こんなに熱くしなくていいと思うんで。いや、この温度変化すごい面白いですね。氷とかだとすぐ赤くなるかも。はい、こんな感じですね。6体目のアノマロカリスでした。7体目開けていきます。なんか蛍光黄色が見える。これはオフタルモサウルスとかその辺かな すごい、ビンゴですね。オフタルモサウルス出ました。この穴である程度わかるかもしれない。スーパーとかで売ってるやつはこれ穴開いてるのかな。ブックレット、オフタルモサウルス、バトルメーター、力の強さ4、危険度3、スピード5、凶暴さ4。ブックレット、オフタルモサウルス。オフタルモサウルスは体長5メートルぐらいで、形はイカに似ていた。目がとても大きく、直径23センチもあった。深い海の底でも目がよく見えていたと考えられている。ヒレ足と大きな尾びれを使って速いスピードで泳ぎ回りながら、好物の魚やイカを見つけると鋭い歯がぎっしり並んだ細長い口を大きく開けて獲物を捕まえて食べていた。オフタルモサウルスはここです。はい、オフタルモサウルス面白い形してる。カラーリングはお腹の方がベージュ、ちょっとね緑がかったベージュかな。で背中にかけて黄緑ですね。で背中の柄は茶色ですね。なんか抹茶みたいな感じ、和風な色合いですね。すごい、この色合い好きだな。口はこのね長いからね、この噛み合わせがあんま合ってないんだけどこれ長旅でねちょっと口曲がっちゃってるけどね。はい、口まっすぐはこうかな。口まっすぐで、はい、わーすごい、ほらこれすごいな、これはすごい。歯がちょっとね並びすぎている。こうやってね細長い口で獲物を捕まえていたらしいですよ。はい、で目がね黒目ですね。ただなんか目がとても大きくて直径23センチもあったって書いてありますね。めっちゃ大きいですね、羨ましいですよね。でね、このちっちゃいヒレが4つついていて、あと背びれもねついてますね。なんか速そうですね。本当に形的にはイルカに似てますね。で尾ひれね、なんか意外とこういう形の尾ひれないですよね。でお肌もねこう肌質縦にラインが入ってて質感にこだわっていますね。あ、でなんかジャリジャリが、ね、今までのと違う気がする。
ちょっとねカクカクしたジャリジャリが入ってる気がします。あ、こっちのジャリジャリ気持ちいいな。多分このプレシオサウルスとかのジャリジャリは丸いジャリジャリなんだけど、こっちのオフタルモサウルスのジャリジャリはなんかねカクカクしてる気がする。あ、これも中身も違うのかな。こっちのジャリジャリ好きかも。しかもフォルムかわいいまん丸フォルムですね。はい、あとね鼻の穴もちゃんと開いてます。これフォルムかわいいですね。でポージング的にはこうやってねこううねった感じのポージングになってます。7体目のオフタルモサウルスでした。8体目。なんか今回は割とね立体感のある形になってます。はい、早速開けていきます。メトポサウルスです。衝撃的なフォルム。ブックレット、メトポサウルス。バトルメーター、力の強さ3、危険度2、スピード3、凶暴さ4。ブックレット、メトポサウルス。メトポサウルスの形はオオサンショウウオに似ていて、体長は3メートルくらいもある超大型の両生類だった。短い足には指があるが、巨体を支えるには細すぎて陸上を歩くのには向いていない。沼の底を這うように歩きながら獲物が頭上にやってくると、鋭い歯がたくさん並んだ顎を大きく開けて素早く噛みついていた。メトポサウルスはここです。はい、衝撃のフォルムですね。ちょっとねオオサンショウウオとかなんかウーパールーパーっぽいけど、実はこれね3メートルぐらいあるから結構大きいんですよね。人がこのぐらいかな。だいぶ大きいですよね。はい、でカラーリングはお腹のところはちょっとね肌色かな、赤みがある肌色で、背中が赤ですね。ね、このねブラウンのこう柄が入ってますね。なんかこのね斑点がすごいねリアルですよね。はい、でお口は真っ赤っかですね。わ、すごい、なんかリアル、なんかツヤツヤしてるのがまたリアルですね。もうお口の中、ベロ大きい、うわで歯がねずらっと並んでます。はい、毎回ずらっと並んでますね。うわー、すごい、このね裏側のシワシワリアルですよね。なんかスキニーな動物みたいな感じでね、お手手がねなんか珍しい、このシリーズでこういう手を見るとは思わなかったすごい可愛い、え、これすごい可愛い。で目は黒目ですね。鼻の穴も開いてます。で頭もねちゃんとなんかこうオオサンショウウオの素材になってる。オオサンショウウオじゃないんだけどそんな感じ。あ、で背中ね、こう背びれみたいなのが尻尾まで続いてますね。でね、なんかここ突起がいっぱいついてますね。すごい、こんな細かいところもちゃんとね作られてますね。お、足もねシワシワしてる。すごい。でね、もちろんこれ、あ、でも足怖い、なんか微妙に伸ばすのが怖いかも。ちょっと怖いな。尻尾とかだったら割と伸ばしやすいけど、足結構強いからビヨンビヨン伸びないかな、怖くて伸ばせない。うわー、すごいな。これもなかなか引いた人ラッキーですね。お、これも角張ったジャリジャリが入ってますね。丸い方じゃない、角張ったジャリジャリだ。はい、大きさ比べ、アノマロカリスよりはだいぶねちっちゃいですね。なんか海の恐竜っていう題名だったけど、結構ね異色なね海の生物たちが混ざってて、今回結構面白いですよね。8体目のメトポサウルスでした。9体目。お、ちょっと見える、これはねテムノドントサウルスかな。ちょっと色が濃いな。違かった違かった。9体目、アノマロカリスです。レアのクリアボディです。ブックレットはさっきと中身が同じなので省略しますね。クリア、アノマロカリスはここです。すごい、クリアボディだ、めっちゃクリア。こんなに綺麗なクリアボディ初めて見ました。でね、この触手とかもクリアだからすごい綺麗ですよね。
あ、さっき穴から見えてたのはこの目だったんだな。騙されましたね。まさかアノマロカリスクリアが入っているとは。お腹の方はこんな感じですね。まあそりゃそうですよね。わすごい。でも中のつぶつぶが白ってところがまたいいですね。なんか透明感が増して見えますね。はい、つぶつぶもこんな感じで入ってるのが見えますよ。でもちろんここもね伸びます。ビヨンビヨン。いや、なんかこの2人がお家にいたらねちょっと面白いかもしれない。このアノマロカリス兄弟にね、あと金色をね頑張って当ててね追加していこうかなと思います。9体目のアノマロカリスクリアボディでした。10体目、開けていきます。10体目、ダコサウルスです。ブックレット、ダコサウルス。バトルメーター、力の強さ4、危険度4、スピード4、凶暴さ5。ダコサウルスは体長5メートルくらいでワニに似た形をしていた。4本の大きなヒレ足と尾びれがあり、海の中を自由に泳ぎ回ることができた。ノコギリ状の鋭く大きな歯が並んだ強力な顎を持っていて、魚だけでなく自分よりも大きな動物さえ追いかけ回して捕まえて肉を引きちぎりながら食べていたと考えられている。ダコサウルスはここです。カラーリングから見ていきます。お腹の方は黄色渋めの黄色、そして渋めの緑に骨緑のラインが入ってますね。ちょっと青っぽい緑のラインですかね。でね、全長が5メートルぐらい。確かにワニっぽいんですけど、ここのね手のところがヒレっぽいのと、あとねこのね尻尾じゃなくてこの尾ヒレがあるっていうので、またねワニとは違うんですね。でこのね口強そうですよね。強力な顎っぽい。確かに目のなんだろう、上まぶた、なんか上まぶた強そう。確かにこれワニっぽい。ちょっとワニより顔が短いけど、なんかワニを可愛くした感じに見えますね。お、で首のところとかもちゃんとシワシワがついてるのと、こちらもちゃんとお肌の質感が爬虫類っぽい感じの皮膚感になってます。この手て可愛いですね。あ、しかもちゃんと水かきとこれ爪がついてますね。え、細かい。ほら爪生えてるすごい。あー、なんか水かきな感じがわかりますね。すごい。なんかヒレもここにねちゃんと筋が入ってますね。でポージング、こちらもちょっとねこうくねって曲がってるのかな。このくねはもともとなのかな。癖がついてるだけじゃないかな。あ、じゃないぽいな。うん、これもねちょっとくねって体が曲がった感じになってますね。あ、顎のところは結構細かい鱗になってますね。10体目のダコサウルスでした。11体目。お、なんか結構長い気がする。早速開けていきます。モーササウルスゴールドボディバージョンです。すごいめっちゃ金です。ブックレット、モーササウルス金。バトルメーター、力の強さ5、危険度5、スピード4、凶暴さ5。モササウルスは体長15メートル以上にも達する大きな体を持つ凶暴な海の恐竜だ。大きな4本の足ヒレととても長い尾を使って海岸近くを悠々と泳ぎながら、ひとたび獲物を見つけると素早い動きと最大10センチもある大きく鋭い歯で獲物に襲いかかる。他のモササウルスや巨大な生き物が自分の縄張りに近づくと、ものすごい勢いで戦いに向かった。モササウルスゴールドバージョンはここです。モササウルス、普通のモササウルスも今回ラインナップされてるんですが、先にねゴールドバージョンが出ましたね。なんかちょっと想像していたモササウルスよりだいぶ可愛いんだけど、すごいねモササウルスの特徴がいっぱい詰まってますね。なんかすごいこの匂いスプレーの匂いがする。結構好きな匂いだけどずっと嗅いでると頭痛くなっちゃうかもしれない。あー、いい匂いだな。カラーリングはもうねオールゴールドですね。めっちゃ金ですね。そして口の中は赤で、歯は白。歯がちゃんとね白いのがいいですよね。でね、目はね黒目がちな黒です。そ
そしてテクスチャーがね、お腹のところと顔のところ、尻尾のところ違うんですよね。お腹のところがなんかこう筋がいっぱい入ってる。顎のところは細かいね、お肌の皮膚感になってますね。ちょっとねこうブツブツが見えますかね。で背中のところね、ちっちゃい突起がたくさんついてます。であとはね、ここの背びれのところ、このねトサカみたいなのがたくさんついてますね。はい。でお手手のヒレのところ、ほらこんな感じでなんかお手手のヒレが可愛いのかな、なんかちょっとね動物っぽい感じですごいね可愛いですよね。でお顔の割合がね結構大きいですよね。大きさ比べ、はい、アノマロカリスと比べると、まあ、結構ねモササウルスも大きめですけど、やはりアノマロカリスの方がねこの触覚の部分有利ですね。はい、こんな感じですね。でもね結構ね手に握りやすい、ちょうどいい大きさになってますね。これ袋の上からもしかしたら念じれば意外と分かっちゃうかもしれないですね。他の、あの通常の色のモササウルスかゴールドか分からないけど、これ分かるかもしれない。11体目のモササウルスゴールドバージョンでした。12体目、なんかこれも結構大きいな、なんかモササウルスな気がする。早速開けていきます。当たった、モンサーサウルスです。やっぱね触ってわかるぐらいの大きさなんでしょうね。はい、ブックレットモササウルスノーマルバージョン、これはさっきのねゴールドバージョンと中身が同じなので割愛しますね。はい、ノーマルモササウルスはここです。カラーリングはお腹の方が白っぽい色で、背中にかけて青かな、ちょっとねネイビーっぽい感じ、深い青になってますね。はい、でお口の中は真っ赤です。なんかねモササウルスこのフォルム可愛いですよね。でねこのモササウルスは、あ、これお腹の中はジャリジャリタイプの砂が入ってます。この感触がたまらないですね。そういえばさっきブックレットに書いてあったけど、歯がね10センチもあるんですって。すごいですよね、10センチだから。こんぐらいかな、こんぐらい、歯の長さ10センチってすごいことですよね。こんなので噛まれたらひとたまりもないですよね。はい、結構ね凶暴だったんですよね。こちらもほらビヨンビヨンできます。すごい可愛い手足がねビヨンビヨン伸びます。例えば今回プレゼントキャンペーンでねモンサーサウルスリュックが当たるのでこの子がモデルなのかな、これもね応募してみたいと思います。12体目のモササウルスでした。13体目、お、これ結構ね横幅があって大きいですね。なんかこの感じわかりますかねすごい横幅がある。なんだろう、え、まだ出てない中で言うとなんだろうな、テムノドントサウルスかな。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。あ、全然違う、ダンクルオステウスです。そっか、こう触ってたのか、イメージ的にはこう触ってるイメージだったんだけど、こう触ってたんだ。いや、にしてもねすごいボディですね。では早速ブックレット、ダンクルオステウス、バトルメーター、力の強さ5、危険度5、スピード3、凶暴さ5。スピードはないけど結構凶暴みたいですね。ダンクルオステウスの体長は最大で10メートル近くもあった可能性が考えられている。頭が骨でできた硬い兜で覆われていて、顎の力は恐ろしいほど強く、その噛みつき力はホホジラザメよりも強かったようだ。口先の大きな歯のようなものは骨が発達してできたもので、その尖った骨とギザギザした形の顎でどんなに大きい獲物も噛み砕いて食べてしまう。こんなに大きいの？すごいな、人がもう本当に小魚に見えちゃう。ダンクルオステウスはここです。意外と大きかったですね。 10m だってすごい。カラーリングは、あ、ここは灰色なんだ、ここ灰色で赤で黒、あー、なるほど。あ、ヒレのね先の方はグレーなんだ。そしてお顔はグレーですね。でこの白い歯です、すごい歯ですよね。これは骨が発達してできたものらしいですね。これで噛まれたらもう終わりですよね、すごい歯。
このね顔のところもすごいですよね。なんかこう武装してる人みたいな感じで、ね、兜で覆われていたらしい。すごい、こんな生き物いたんだ。はい、で体の方はちょっとねこう、お、分かりやすいかも、おね鱗みたいな感じになってますね。で背びれとかも筋がこうね入ってお魚みたいな感じになってます。あ、これ尾ひれはこんな形なんだ。もうね本当に魚なんだけどすごく大きくてすごく凶暴っていう。いやこれは怖いな。そしてねこの頭の部分はつぶつぶが入ってないんで結構ね硬いんですけど、この辺ぐらいからねつぶつぶが入ってますね。ここはやっぱりねフィギュアでも硬いんだね。つぶつぶの始まりはここですね。おーすごい、これも握りがいがあるな。はい、でこんな感じでビヨーン伸ばすことができます。これね頭はねさすがにこう硬くて伸ばせないけど、あ、歯は伸びるんじゃない？歯ちょっと伸びますね。歯はちょっと伸びる。おお、はい、手も伸びる。13体目のダンクルオステウスでした。14体目、お、これも、もうわからないです。もうわからない。ちょっとここが硬いな。頭の方が硬いキャラクターっぽいです。はい、では開けていきます。おー、14体目はメガロドンです。ブックレットメガロドン、バトルメーター、力の強さ5、危険度5、スピード5、凶暴さ5、フルスコアですね。メガロドンはホホジロザメの形に似た超巨大なサメだが、その大きさはホホジロザメよりもはるかに大きく、体長は18メートルくらいあったのではないかと言われている。世界中で10センチ以上も大きな歯の化石が見つかっていて、大きなクジラやアザラシのような海に住む大型哺乳類を襲ってはその大きく鋭い歯で肉を引きちぎって食べていた。メガロドンはここです。はい、メガロドンかっこいいですね。カラーリングはお腹の方が真っ白白ですね。で背中にかけてグレーになっています。で口の中は赤、質感的にはもうねツルツルの肌質になっています。そうだよね。はい、でエラもちゃんとあって、で歯がいっぱい生えてます。うわーすごい、すごいですよねこれ。歯がねめっちゃ細かいですよね。しかもちゃんと白い。そこっていう、はい、歯もねめっちゃ生えてますね。あ、しかも歯の長さが場所によってちゃんと違うんだ。すごい細かいですね。あ、すごいヒレに切れ込みが入ってますね。あ、両側ちゃんと入ってます。細かい。あと背びれとかこの辺のねヒレも細かいのもちゃんとついていて、おひれこんな感じでね、ちょっとね体がこうね右側にうねっとなったポージングになっています。これねだいぶボリュームありますね。でボリュームがあって、ここの顔のところが結構硬いところが見分けポイントかな。うん、このね口周りはつぶつぶが入ってないから結構ね硬いですね。でつぶつぶは、あ、このね前頭葉ぐらいからつぶつぶ入ってますね。なるほど、はい。あ、でこのね握り心地も結構いいですよ。これはねジャリジャリタイプですね。ジャリジャリタイプ、ジャリジャリでボリュームが割とあって頭が硬かったらメガロドンです。見分け方講座。大きさ比べ、メガロドンとモササウルスだとどうかな。ちょっとね曲がってるから分かりづらいけど、大体同じぐらいですかね。メガロドンの方がボディは大きいですね。あと顔も結構ね幅広。なんかメガロドン良かったな。14体目のメガロドンでした。15体目、なんか割とぷくっとしてるけどすごいちっちゃいです。誰だろう、開けていきたいと思います。15体目はテムノドントサウルスです。ブックレット、テムノドントサウルス、温度で色が変わります。バトルメーター、力の強さ4、危険度4、スピード5、凶暴さ4。テムノドントサウルスは体長10メートルくらいの巨体だが、形はイルカに似ていた。
直径25センチもある大きな目を持っていて、深い海の底でも目がよく見えていたと考えられている。細長いヒレ足と大きな尾びれを使って海の中を自由に泳ぎ回り、大きな魚やイカを見つけると素早く近づいて、鋭い歯がぎっしり並んだ細長い口を大きく開けて獲物を捕まえて食べていた。デムノドントサウルスはここです。はい、テムノドントサウルスです。なんかこの可愛いフォルム、既視感がありますね。これオフタルモサウルスと同じかな。同じっぽいな同じだ。このね、口のね、曲がり具合がね、元はテムノドントサウルスっぽかったんだろうな。ちょっとオフタルモサウルスのね、この口も直してあげたいな。かわいい。何この2人、テムノドントサウルスとオフタルモサウルス。この2体とも目がねすごい大きかったらしいですね。テムノドントサウルスは目が直径25センチ、でオフタルモサウルスは23センチだから、結構ね目が大きかったみたいですね。はい、でかわいいけど10メートルぐらいあったってことなんで、人間だったらこのぐらいかな。すごいね、だいぶ大きいですよね。カラーリングはお腹の方がベージュで、背中にかけて茶色ですね、ブラウンになってます。はい、お口長い。このイルカのようなお口でご飯を食べていたみたいですね。かわいい。なんかイカ焼きみたいですねちょっとイカ焼き感がある。美味しそう。肌質とかもね、細かくこうテクスチャーがついてますね。で、なんか背びれとかもあってね、なんか本当にイルカみたいな形をしています。はい、でテムノドントサウルス、温度で色が変わるので早速やってみたいと思います。はい、テムノドントサウルス入れていきます。なんかもうイカ焼きにしか見えない。さあどうなるかな。おー、すごい真っ白な、真っ白ベージュですね。全部ね一色になりましたね。なんだろう、ちょっとね、なんだろうな、豚さんみたいな感じこのねムチムチボディも相まって豚さんみたいになっちゃいましたね。かわいい。はい、テムノドントサウルスこんな色になりました。全身ね一色になりましたね。結構ねでもすぐ色変わっちゃうので、多分霧吹きとかでこうやってこうね水かけたりするとすぐにねこんな感じで色が戻りますね。15体目のテムノドントサウルスでした。ラスト16体目、これはねもう分かりますね。残り1体だから分かるっていうのもあるけど、こんなねまん丸フォルム、あの方しかいないですね。では早速開けていきます。うわはい、16体目、オウムガイです。ゴールドすごい、ちょっと待ってこれはすごい。ではね、せっかくですけどブックレットから見ていきます。オウムガイレア金です。バトルメイトは力の強さ1、危険度1、スピード3、凶暴さ3。オウムガイは生きた化石と呼ばれ、今でも水深200メートルくらいの海底近くで暮らしている。巻貝のような形をしているので貝の仲間と間違われたりするが、実はイカやタコと同じ等足類の仲間だ。体長は20センチぐらいで、口の周りには60本以上のヒゲのような触手があり、それを使ってエビやカニなどを捕まえて食べていた。口から海水を取り込んで勢いよく吐き出すことで泳ぐことができる。今回なんかこのサイズの生物初めてじゃないですかね。オウムガイはここです。いや、これオウムガイちょっと今までのシリーズの中で一番衝撃的な形かもしれない。カラーリングはねもうほらくまなくゴールドですね。あ、ゴールドだからペンキの匂いがしたのかなと思ったけど、そういうわけでもないみたい。モササウルスがペンキの匂いがしただけかも。すごいですよね、触手こんなに細かく作っているなんて。ただね、この同じ長さのものがいっぱいあるんじゃなくて、途中でこう太さが変わったりとか、結構ね一本一本ねなんかこだわりが見えるんですよね。ほらこことかも途中まではこうプクってしてるけど、この先っぽから細くなってるみたいな。あーすごい、ここもそうですね。はい、うわ、触手の中こんな感じ、口なのかな。こっからねジャリジャリを注入した
みたいですね。でね、ここはなんかこう兜みたいな感じになってて、かっこいいですね。すごいかっこいい。お目目は一人だけこの光が入ってますね。キラン。なんかこれ入ってるだけでなんか生き生きした感じになりますね。このね、柄かっこいいですよね。この巻貝のなんかこのエンボス、これすごいかっこいいですよね。こんな感じになっていますたびたび登場、大きさ比べ。オウム貝ね、すごいちっちゃいんですよ。だからね、オウム貝欲しい人は多分もう触ったら一発でわかると思います。あとね、これ中身は多分ジャリジャリじゃない方の粒々の粒が入ってると思います。16体目のオウム貝でした。今回はシーダイナソーズ海の恐竜&このご紹介でした。いや、すごい16体キャラクターが濃くてすごい楽しめましたね。こちらの海の恐竜&子は本屋さん、おもちゃ屋さん、あとスーパーとかのお菓子売り場で売ってるので、ぜひね、お店で見つけた時はチェックしてみてください。あとね、コンプリートセットはネットで買えるので、全部欲しいよって方はね、ぜひネットの方もチェックしてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。